よろしくお願いします。お願いします。当時はね、以前、吉祥寺の方のレコード屋でしたっけ、はい、そうですね、はい。それって何歳ぐらいの時ですか、その、吉祥寺で働いてたのは。18から23ぐらいになります、はい。それはもう、いわゆるあれですよね、音楽少年が音楽青年になって、はい。で、まあその後三好に戻ってらして、はい、この、 あの三好菊を、うん、継いでその当時になるわけなんですけども、はい、うん、どういう、うん、なんていうんですかね、その決意をしたきっかけというか。そうですね、なんか東京で、まあ、レコード店に勤めてて、まあ、バンドもしたりとかしてたんですけど、はい、まあ、なんかそれまでは自分ところの酒屋に戻るとかいう考えはあんまりなかったんですけど、はい、まあ一つのきっかけっていうのは、まあうちの父親が、まあ、体調不良になったということもあったりとか、まあ、あとは、まあ、自分は長男なので、まあ、そのうち帰るのかなと思ってた。漠然とですね、うん、はい。ただまあそんなに早く帰るつもりはなかったんですけど、うん、まあ、その時ちょっとこう、まあ音楽とかって、まあ、東京にいなくても、まあ、どこででも、まあ、できるのかなという気もしましたし、それでまあ帰ってきましたね。じゃあその、25歳4歳5歳とか、はい、そのあたりから、酒造りを始めたということですか。はい、そうですね。なるほど。僕以前にね、その当時に、ここで作ってるお酒を飲ませていただいてね、はい、なんていうのかな、すごくユニークというか、その独創的な日本酒を作ってらっしゃると思うんですけども、はい、その当時が考えるその、三好菊の酒はどうあるべきだという、はい、なんかそういう思いみたいなものはありますか。そうですね、まあ、日本酒って結構やっぱりイメージされてるような日本酒っていうのを考える方が多いと思うんですけど、うん、まあ今の若い世代の方は日本酒って全く飲まないんですね、うん、でなんか日本酒の蔵元さんっていうのはすごく真面目な方が多くて、なんか日本酒とはこう伝統文化でこうあるべきっていう考えの方が多いんですけど、まあ、僕は全くそんなこと思ってなくって、まあ、食生活とかこれだけ変わってるんで日本酒もまあ変わっていくべきかなと。でまあなんかみんながみんな同じ酒作っても全然面白くないので、まあ、うちぐらいは変わったものを作ったらいいかなと。なるほど、はい。まあ、その辺がまあ多分そのロック青年のスピリットにつながっていくわけですね。はい、でもその一方でね、はい、その当時のお酒の作り方っていうのは、はい、いわゆるその何て言うのかな、産業的な今のそのね、はい、お酒の作り方と違い、はい、ものすごくその伝統的なものを、はい、踏襲してやってらっしゃるじゃないですか、はい。まあ、そこへのやっぱこだわりっていうのは何なんでしょう。そうですね、まあ日本酒っていうのはやっぱり言ってもまあ受け継がれてきたものなんですけど、うん、まあその皆さんの考え方だと結構に昔のものを守っていけばいいという考え方ですけど、うん、でもそれでは多分日本酒ってなくなっていってしまうものなので、うん、なんとか今の時代の日本酒を作りたいなって思ってて、でまあ技術とか受け継がれたものは使いつつ、なるほど、まあ、新しいものを、なるほど、じゃあその伝統としてのいい部分は引き継ぎつつ、はい、そうですね、新しいものを作るっていう、はい、そういうことですか、ね、そういう、はい、考えでやってます。なるほど。当時にとってこの場所で、はい、だから例えばこういうお酒ができる、ここなぜ自分はここで酒を作るんだろうみたいなことを考えることってあります。そうですね、うん、日本酒はまあ工場で作られるようなものではなくて、はい、やっぱりなんか土地に根ざしたものっていうのがあります。だから、まあ、水であったり天候であったり、またあと僕の場合はこの酒蔵で生まれ育ってますんで、やっぱりここが自分の酒を作る場所かなと思ってますね。じゃあ、最後に三好という町に、住む人
人の人間として、そしてここでお酒を作る人間として、はい、今後自分がどういうふうに、何かを成していきたいと思ってるかっていうようなことを最後聞かせていただけますか。はい、まあ、ここの三好市にあるこの自分の酒蔵から、はい、その日本酒の文化っていうものを発信していきたいなと。でまあ、それは今まで築いてきたものだけではなくって、新しいその日本酒の世界というのをここから、まあ、大げさに言えば世界に発信できればいいかなと思っています。Come on!